はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。スーパーファミコンのドラクエ3ですね、パート69をやっていきたいと思いますね。ちょっと噛みかけました。今ね、今というかだいぶ前にいただいたね、お話で装備品以外、勇者ね、装備品以外何も持たず手ぶらにさせるとっていうのをいただいたんですけどねなんかやばい気がしてきたこれでやってみましょうか。装備品以外何も持たず手ぶらにさせるってことなんで、装備品は持ってていいのかな。でということなので、あれか、整理したらいいのか。作戦、道具整理、袋に入れます。でね、手ぶら装備、あら、あ、そっか、道具、いや違うね、作戦で装備か。で私、しない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 、で、いや私前つばもんなんですけどね、これたぶらかされてるかなって気がしなくともないです。勇者を装備以外何も持たず手ぶらにさせると、そうね、そうね、一品やってみましょうか。で道具、まあ他の方はいつも通り、もう普通にやっておこうか。お、ちょっと今びっくりしたんだけど、手ぶらなのに66もダメージ与えられるの私。ちょっとびっくりしたんだけどね、ちょっと待ってねそんな強いの。あ、はい、あー、まあこれで道具で、イカズチの杖、中尾さん、中江さん、ヒャダルコ、いや、あ、ヒャダルコにしましょうか。それなりに強いね。あら、全然いけてるじゃないねえ。あら、そんな装備って大幅には修正されないのかな。まあまあまあ当たるよね。ただ別に何もなってない気がするんだけどねなんかあるのかな、ちょっとわかんないので、とりあえず装備しましょうか。元に戻しましょう。はい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 、ひょっとしたらこれでボッコられるみたいな感じのあれだったのかな。あとね、あとはどう、もういらないよね、ブーメラン。もう、あ、でもこの闇の世界、これ闇の世界でいいのかな穴入ってきたんだけど、ひょっとするとあれだよね、またあれがあるかもしんないもんね。草薙の剣持っておこう。渡す、私ね、いいえ、あとひょっとしたらあのね、スゴロクがまた出てくるかもしれないんで、刃のブーメランね、一応これだけ私もこの2つ持っておきましょうか。いいえ、はい、あ、なんか出てきた、あ、なんかいかにもっていう音がね。うわー、なんか、あ、ヒドラ、トルムキングヒドラ。あ、なんかあんま良くないパターンだね、これね。とりあえずトルムキングいっちゃいましょうか。ブレスあんだろうね、きっとね。というわけで、フバーハン唱えておきましょうか。で、中江さん、いや、メラミでいきましょうか。あ、あ、ん？
呪文は書き消されたって言ったね。はい、2回攻撃するのね。ということは呪文はダメなんだね。ここあすごい。ただあレベル上がっちゃった中尾さんね。中尾さんめちゃ強いね。ちょっといっぺん出ましょう。なんか情報がね他でいただけるのならということですね。あこれなった方がいいのかな。ねとりあえずねゾーマを倒すのが先決なのかな。イカズチはグールにしましょうか。とりあえずグール先ですね。でイオラにしましょう。でも全然やばくはないですね。まあさっきの洞窟ちょっとやばいね。魔法がね使えないのでね。さっきに情報収集しましょうか。そうですね。まあレベルもね経験値集めてレベルも上がればいいかなというような感じですね。となんかあるかな。あークール先生ね、稲妻の剣のイカズチこんなもんかな。ちょっと温存しておきましょう。あ、まあ、何さ食らっちゃった。まあいっか。で、魔の桜っちゃってるんでね。よいしょ。あ、そういや近々ファミコンが出ますよね。ちっちゃいファミコンなんか出るってね、なんか聞きましたよ。何年ぶりですか。もう30数年ぶり、下手したら40年はないわ。40年はないね。あとまあ小さいなんとかっていうので今ね小さいパソコンが結構パソコンというかねプラットフォームがまあ時事ネタですけど、流行ってますね。ラズベリーパイでしたっけ。なんかねああいうプラットフォームがねちょっと密かに注目を浴びてまして、なんかあれらしいですね。ラズベリーパイ、ちょっと前にラズベリーパイで組んだプログラムで、人工 AI か人工知能か作って、空軍のベテラン引退したねベテランパイロット相手にシミュレートで勝負するとボッコボコにできたっていうね。もう人間勝てなかったよっていうね。フライトシミュレーター、まあ、ドッグファイトでしょうかね、やったら全く相手に、人は相手になりませんでしたっていうことなんかね、記事になってましたけどね。なんかまたね、スマホが出て、もうちょっとそれが飽和した感があったんですけど、またなんかいろいろね、人工知能とか、まあ、自動運転だっけ、あの辺で、まだまだこういう IT の世界はね、いきそうですね、いろいろと。さあちょっとね話は変わりまして、あどうしよう、まあこれだね。中子さんどうしよう、まあ石像だから行っちゃおう。眠りの杖で、もうそんなしんどかないでしょこのね、寝たしね。はいはいはい、なんかいろいろ歩きすぎちゃって、今どこなんだろう。はい、稲妻イカズチ、で中井さんどうしよう、中井さんどうしよう、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 
ちょっと防御しましょうか。ちょっとあまりにヒントがなくて困ってますね。あ、呪文でルーラ唱えたら帰れるのかな。帰れそうだね帰れそうだね。全然大丈夫なのか。はい、動く石像どうしようかな。まあいっか。魔法はあんまり効かないからバイキルト中尾さんあたりで。なんかね、なんか楽になったね。一応攻撃しとこうか。運が良かったね。無理でした。痛かったからやるべきじゃなかったね。はい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 。どっかとりあえず町に行きたいんですが、そういうわけにもいかないですかね。あ、マドファンド養殖できるかな。あ、でも養殖しなくていいかな。長いもんね、養殖しちゃうと。はい、マドファンド美味しいな。あんまりね、ガッツンガッツン食らわないんだけど、経験値がいいよね。おサタンパピー、はあ、なんだ、ちょっとおかわりなのが出てきましたよ。一応グールなしておきましょうか。どうしよう。あー、ちょっとヒットポイントが少ないけど、メラに当てようか、サタンパピーにね。まきたしかもマヌーサ食らっちゃった。ベホマだね、中尾さんで、サタンパピだね。中井さん防御しとこう。あ、仕返ししましたよ。でフィールドの時は私がベホマを唱えましょうか。なんだろう。あー、出てこない、街が出てこないですね。どうしようどうしようどうしよう。あー、まあ一応眠りの巣使ってみるか。眠りませんでしたね。中子さんちょっとあれだね、来ちゃったけど、その前に中江さんだね。中江さんちょっと回復、あ、いやいや、中江さんもうちょっと頑張れそうね。ボスじゃないもんね。ちょっと厳しいかもしんないですね。あ、いやいや、大丈夫大丈夫。呪文、あ、ザラ聞いてみようか。何も聞かないから防御しようか。あ、死ななかったね。いっぺんね、聞いたからね、いけるかなと思ったんですけど、甘かったです。おお、かっこいい。もう全然いけますね。これは全然いけるわ。ただ、ベホマを中岡さんにしておきましょうか。動く石像か。イカズチがいいか。いや、ああそうね、イカズチがいいかな。あ、中尾さんだこれ。よいしょ。イカズチ、そうね。あ、中井さん死にかけてるね。ちょっと次、あら、効かなかった。あら、死んじゃった。
ザオラル中江さんね。あ、一回なかった。困ったな。はい、もう一回試しましょうね。ザオラルね、経験値分けてあげたいんですよね。あ、無理か。あ、一回だ。お、うん、痛恨痛かったな。あ、中子さん上がりましたね。30になりましたよ。あ、ベホマラ、あ、いいの覚えたわ。もうちょい頑張りましょうね。アークマージ、おお、アークマージね。マホトラ効くのかな。あ、終わっちゃった、終わっちゃったね。あ、でも1匹で712。あ、次出たら魔法王子の杖かな、使おっか。そうだね、こうだね。で、中江さん防御しとこっか。あ、そっち来る、しかも大魔神。大魔神なら稲妻の剣効くのかな。マドハンドで大魔神で、防御かな。効いたね。うわっ、痛い痛い。ああ、石像より痛いんだね。あ、中井さん、レベルが35になりました。はい。アバカム。アバカムって扉？違うかな。あ、お、正解、扉だわ。あ、もうこれで鍵いらなくなったのかな。ということは最悪レベルがっつり上げとけば、あ、まあ最後の鍵が手に入らない段階であれだよね。この魔法まで行く経験値って稼ぐの大変だよね。あ、ごめんなさいね、ちょっと手を抜かずにやっておきましょう。スライムがね、まあ、経験値低いけどね、なんかのシリーズで後で出てくるスライムって強くて合体して、キング、スライムキングでしたっけ、なんかなるっていうのがあった気もするんですけど。これは一か月をマドハウンドで、中尾さん石像で、中井さんバイキルト、中尾さんに当てましょうか。ないなあ。うわ、中江さんやばいね。ベホマオ中江さんで、中尾さんで、中江さんどうしよう。中江さんちょっとスクルトしとこっか。あー、バイキルドにしとけよかったね。あ、でもあーか、ダメージマシだね。防御しとこっか。あ、マーチ来た。あ、よかった。あら、はいはい。稲妻、イカズチなのでいいね。あ、ちょっと時間結構来てますね。最近ね、録画がね、あんまりノイズがね入らなくなってきたんで、まあただでも油断するとね怖いんで、この辺で終わっときますね。じゃあね、スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね、パート69、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。